YouTube アイムです。The Sims 4サギガハラ家プレイ続きやっていきたいなと思います。息子っちが、なんだ？何事だと思った要求ガイドですね。OK です。息子っちがですね、見て、幼児に成長したということでですね、楽しんでいきたいなと思います。やばい、いろんな泣き声が、で、そんでね、アイムね、今、ちょっと待って、仕事に行くってなってるよ。OK、行ってらっしゃい。ひめりは、現在、職場にいます。欠席すると、休まないよ。仕事に行くよ。アイムね、今ね、すごい絶賛風邪引き中で、いや、毎回さ、動画投稿を再開さすじゃない？そうすると、なんでかね、高熱が出るの。なんで？みたいな。それで、こないだ、まあ、2日前ぐらいまでは、39度6分ぐらいあって、っていう。ちょっと待って、トイレ行こうよ。膀胱やばし。で、ちょっと多少ね、あ、待って。この顔、漏らしたな。ということで、何言おうとしたか忘れちゃった。とりあえず、モップがけして、で、まあ、鼻声なんですけど、で、今回は、ずっと予約で動画投稿できるように予約でね、やってたんですよ。投稿予約を。で、その間にアイムは、もう、ゆっくり体を休めたので、何ですか？金太郎青風呂に入れていこう。なんだっけ？もうね、操作しながら、まだね、全回復しなくて、全然頭が回らなくて、熱はないんですよ。熱はない。だから元気になったから、ちょっと、今ね、シムを楽しもうかなと思って、やってるんですけれども、かわいいな。誰そんなかわいいんだ。誰そんなかわいいんだ。なんかね、カメラのね、アングルがね、なんかね、なんか、上下できなくなって、できた。なんだってんだい。ちょっとね、とりあえずケイト、眠りにつきましょう。なんかみんな真っ赤っかなんだよな。なんだ、ここ固まってるぞ。何事だ、ここは。何があったんだ、ここ。なんだ、俺、追加トレーニング受けようか。うん。金太郎はね、元気を取り戻したので、おまるを使っていきたいと思います。あれ？ちょっと待って。金太郎よ、お主、そんなところで誕生日を迎えるのか。待ってくれ。まだケーキというものがだな。やばい、みんな、ケーキが間に合わない。金太郎が歳を取るなんて、知らなかったんだ。いや、もうみんなね、いろいろ真っ赤か、とりあえず寝たいみたいな感じになってるので、寝るか。で、金太郎は奥にいるでしょ。ちょっと待ってね。おい、金太郎よ。おい、金太郎よ。兄上が抱き上げようとしてくれてるけど、金太郎よ。どこでお主は年を取ろうとしているんだい。だからさ、鼻声すぎて、すごい引っかかって喋りづらいんですけど、ちょっと、しばらくお許しを。おい、金太郎よ。どこで成長しようとしてる。ごめんよ、金太郎。アイムさ、忘れとったんよね、ケーキ。っていうか、まだね、成長しないもんだと思って、ここじゃないの、ポジション。今なんか、ここで成長しますみたいな感じだったじゃん。どこに行って、君は大きくなろうとしているんだい？なんでそんな隠れて成長する必要があるんだい？みんなのところでやればいいと思うよ、アイムは。どこまで行くんだ？金太郎よ、この先は壁、ここでする！すごいひっそりこっそり成長するやん。誰もいないところで、みたいな。大きくなってやろう、みたいな。マルチスキルで行こう。何にしようかな。クリエイティブの天才とか、なんかいろいろありますね。あ、自転車乗り回そう。ブンブンブン、みたいな。ブンブンブン、みたいな感じで乗り回していきたいなと思います。どうしようかな。あとは、アクティブで行きますか。アクティブで自転車ブンブン。後ろ向き！見たらなんか耳なんかつけてるけど。Let's exercise. なんてことでしょう。アドレナリン増加によって金太郎が素晴らしい気分を感じています。見事に引き締まった両腕を見て、筋トレはとかって言って、なんでやねん。フィットネスが好きなことを受け入れる。はい。どうする？金太郎。
なんかいろいろすごいけど、おどえになって持てへん。とりあえず金太郎ですね、ちょっと。アクセサリーとかいろいろ外して、アップルウォッチみたいなさ、なんかついてるし。なあこれ、かっこいいな。とりあえず、変えてきます。金太郎どこ行ったかと思ったらトイレしとったよねーって、こんな感じで仕上がりました。おしゃれさんでしょ？それで、飛んで、ここら辺にちょっとね、金太郎の、ベッドとかを設置していこうと思うんですけれども、タラーン！こんな感じで出来上がりました。こっちは、まあ、こんな感じの、はい。で、こっち側は、ひめりちゃんのね、お子さん用のベッドみたいな感じですね。そうだな。宿題をしていきたいなと思います。今ね、起きてるシムが、金太郎しかいなくてですね。で、ついでに、し終わったら、あ、そうだ、ここに、自転車を置きたいですよね。これだ。自転車。子供用が3つあるんですよね。マウンテンバイクっぽいのか、カゴついてるやつか、マウンテンバイクか。どう違うんだろう、この2個。値段はね、一緒。ああ、トリックスターとかいうやつはあるよ。これも子供用だな。え？これも、子供用だよ？待って、どういうこと？どう違う？あ、大きさっぽいですよね。カゴ付きもほら、もうこれは大人用なんだよ。とりあえず、わかった。派手なのがいいな。じゃあ、これで行こうかな。山のなんとかなんとか。この角度だと色見える？ああ、いいね。これだな。自転車止めるやつってどこにあるの？自転車止めるやつ。これ何？なんかね、自転車止めるやつなかったですっけ？とりあえず、こう置いとこうかな。もうちょっと、こういう感じで。いいじゃん。ごめんね、ちょっと鼻水が。自分のお気に入りの自転車に設定して、どうした？宿題の持ち方がなんか、個性が強すぎるぞ。どこ行くんだって。あ。コフルちゃん、ここで寝てる。あ、そういう感じでね、おかんのそばで。ま、どうした？明らかになった悩み、起きるのが大好き。エルモンは元気にご機嫌で目覚めることが多いで、いいじゃん。いいことじゃん。おとん、エルモンのとこ、わかったわかった。抱き上げよう。エルモン抱き上げよう。あ、やばい。エルモン、助け？手伝う。トイレってなってるぞ、エルモン。とりあえず抱き上げて。あ、抱き上げた。じゃあ、エルモンにね、哺乳瓶で、哺乳瓶をあげていこう。あ、かわいい。あ、かわいい。かわいい。どっちに似るんですかね？この時点では、まだどっちに似てるとかわかんないんですけど。どっちに似るんだろうか。かわいい。飲んでる。いつの間にか宿題終わって、なんか食べてたのか。なんか食べてたんだな、これ。なんだこれは。わかんない。わかんない。あ、ゲップさせた感じ？わー、食事中におしっこ。あ、別にいいよ、食事中におしっこ。器用だ、器用だ。ね、この真ん中に、あれを置こうかな。これ、マット。ライオンさん？ライオンさんにしようか。金太郎は眠りにね、つきたいと思います。ほとんどテレビ見てるね。一緒にね、うつ伏せ遊びをしていこうかなと思っていて。お、兄上登場。いや、金太郎兄じゃないか。おじになるのか。もう頑張れ、頑張れ。この年でおじだ。大丈夫か？頑張れ。かわいい、一生懸命頑張ってる。練習って言ってるように聞こえるんだけど。ほら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 。あ、ひめり帰ってきた、ひめり。ひめり帰ってきたから、オッケー。アップグレードしていこうかなって。宇宙。やっぱ、おかん、宇宙飛行士なんで。多分、宇宙飛行士の、どっちを選んだか忘れたけど、
密林業者。やばいやばい、息子がぐずってる。ちょっと待ってな。おかんが今、面白いものを取り付けてるから、待ちたまえ。息子のために今、ベビーベッドにですね、あるものを取り付けようとしていて、はい、できた。じゃあ、この上にですね、キラキラ星を、で、エルモをここに寝かせたいなと思います。待って、火事になってるで。おい、誰や、犯人。おい、ピザ焼こうとしてもおらんし。バンをしなさい、バンを。で、全然機能してへん。嘘やん。ちょっと待って。あ、今。今すごい顔やで、金太郎すごい顔。みんな集まってきた、みんな。もうすごい大惨事、大炎上しておる、大炎上。早く消してお願い。もう大混雑。多分ね、ケイトが邪魔で、消せないんだよね。そう、ケイト、そう、ドキナハレ。みんな逃げて。見てないで、みんな逃げて。ね、なんでみんな邪魔する？そんな、目の前で、いちいち反応しなくていいの。おーいえ、目の前で反応し、早く逃げなさい。よしよし。邪魔者はいなくなったぞ。思う存分に消化してくれたまえ。線の変えて、え、マジで。なんかね、前回も多分ね、この2人が来てくれたんですけど、なかなか消化してくれなくて、だいぶ困ってる。まだみたいな。え、まだですかみたいな。え、結構時間経ったけどまだですかみたいな。そんな感じよ。え、どうしたらいい？全然仕事してくれへん。全然仕事してくれへん。え、すごい見守るかのように火を見つめないで。そう、早く消してほしい、アイムは。消して。写真撮ろうかな。何が起こったでしょうみたいな。サムネにする？ああ！アングル間違えた途端に消してくやん。しかも、何も使わんと、ふぅー言うて、ちゃうやんって。はい、ということでですね、ぼや騒ぎも収まったということで、今回は切りがいいのでここまでにしたいなと思います。こんなとこにエルモおる。誰かエルモ連れてって。あ、金太郎。早く明日学校だから寝なさいということでですね、今回はですね、キリがいいのでここまでにしたいなと思います。あ、来た来た。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひお願いいたします。また見てね。バイバーイ。